聖の字。何をしてるんだ俺は。何さっきの変な言葉。俺はさっきまで。どうも。え？大業から参りました笠間淳と申します。まぶきじゃない。誰ですか。ああそうか、ガッツ乗ってくれない。いやでもよかった、似てたよ。あ、本当です。似てたね。これ G って何の略なの。群馬の G。 おお、ここでガクトって言ったらマジでぶん殴ってやろうかと思ったけど。ああなるほどね。今日はね、うん、そう、今日のゲストはジュン君ということで、はい、おまぐんコンビなんですよ、うん、ということで、G もね、群馬ポーズとしてやっていきたいと思うんで、うん、一緒にとりあえずやりましょう。わかった。いくよ、トドロキン。ああ、せーの、 G。 はい、はい、ということでおまぐんコンビということで、はい、今日は、うん、群馬のね、名物として、うん、上毛かるたを一緒にやっていこうっていう企画になっております。あ、恋愛ゲームを一緒にするんじゃないの。いや本当はね、うん、恋愛ゲームをやりたかったですよ僕は。ああ、はあ、でも今日は、うん、まあ、せっかく群馬ということで、うんうんうん、上毛かるたでね、うん、まあ、恋愛も絡ませつつ。あ、そうだね。どうやってか。なので一緒に上毛かるたをやってもらいたいと思います。まあお互い結構ね初挑戦なんで。そうですね、うんうん、まあアニメでちょっと出てきた。そうそう、やってはいたけどがっつりやるの初めてだね。はい、はい、ということで、うん、とりあえずじゃあ群馬の上毛かるたこれからやっていきたいと思うんですが、はいはい、まあ、じゃあ企画名ここで発表したいと思います、うん、お前はまだ上毛かるたを知らない。確かに知らないからね、知らないですね、ちゃんとはね、うん、まあ、じゃあおまぐんにかけて上毛かるたを知らないということで、よし、これから対決やっていきましょう。うい、上毛かるたは44枚の札があって、うん、先に23枚ね取った方が勝ちになっております。読み手は群馬出身のもっくんさんですよ。群馬の特殊ルール、うんうんうん、つがちっていうのがあるらしいです。つがち、うんうんうん、つっていうのはこれです。これね、これ鶴舞う形の群馬県っていう札なんですけど、もっくんさんは小学校の頃歴戦のスターだったらしいですこの上毛かるたに。あ、そうなんだ。らしいですよ。はい、じゃあとりあえずじゃあやっていきましょうか。はい、お願いします。はい、ループで名高い清水トンネル。取れ、開いた。あー、くっそこんな感じ。一枚です。こんな感じです。なるほどなるほど。何でしたっけ、ループで名高い清水トンネル。清水トンネル。和さんの大河石子。いやー、そっち多いな。掘ったぜ石子は。これアニメにも出てきたんですけど。出てきたね。うん、有名ですね。はい。中仙道忍ぶ、あん中杉並木。な。中仙道忍ぶ、あん中杉並木。ないじゃない？ないじゃない。めっちゃ手前。めっちゃ手前にあったこれでした。中仙道でした。中仙道。昔のね、街道ですね。甲州街道みたいな。それの有名な杉並木があん中にあります。白衣観音慈悲の御手。はい。早い。これ言ったよね。あ、行った行った行きました行きました。これこれは行きましたよ。だるま買って、うん、その後、うん、そうですね、行ったな。行きましたね。確か高崎の有名な観音様でございます。そうだそうだ、でかかったっすねこれ。うん、そうね。世の散り払う島温泉。あ、それそれは世の散り払う島温泉。あエッチですね。エッチですよ。どっちのどっちの人が好き。こっち取っちゃいけん、こっちだったらいけないって。そう？そうですよ。ああ、僕はこの辺で見てるのかな、じゃあ学校。ほーって。ダメだ。世のチリって言いながら。僕がチリですから。あ、現れちゃう。選挙尾瀬沼花の原。はい。ああ。選挙尾瀬沼花の原？そうですね。なんだそれは。水芭蕉っていうのが生えてる。けど、はい、まあ尾瀬っていう地域が福島と、はいはいはい、新潟と、群馬にまたがっていて、まあ今国の天然記念ですかね、うん、っていうかもう観光
案内の人ぐらい詳しいですね。まあ何も群馬の人はみんなそうなんですか。いやどうですか、ね、分かんないですけど郷土愛が強い。郷土愛強い、郷土愛強い、すごいな本当に。昔を語るタコのコーヒー、うん、知ってる知ってる知ってる、あこれ知ってたの。知ってる、これ何でしたっけ。知らねえじゃん。嘘つくなよ。いい絵だよね。いや僕はどういう意味のいい絵ですか。え、だってこういうさ、はいはい、なんかこう無垢で純情な女の子好きでしょ。いや、そう好きですよ。もう隠しませんよ、ここまで来たらねえ、はい、だってなんか護岸にいる時とかにさ、はいはい、湖のさあーもういいっすね、なんかとかって言うの好きでしょ。好きです、そういう女の子。なんかもう昭和っぽいけどそういうのがいいみたいなね。ありますよね。牢の船津年次べー、あ、いた、あーそっちか。よっしゃー、そよっしゃー、くそー、何でしたっけこれ。牢の春菜、牢の船津年次、船津年次、もうこれはもうあれですよ、定番のハゲシリーズです。ハゲシリーズ、おー、おかみの方が、おかみの方がちょっとあれな、ハゲってはないよね、でもね。これはもう小学生はただただそれで喜ぶって。へえ、なんて名前でしたっけこの方は。デンジベイさん。デンジベイさん、何した人ですか。何した人だろうね、知らん、そこ知らないです。ちょっと足が限界に近づいてきてるんですか。これ別に崩してもいいんですか。俺まだ大丈夫だよ。もう服もまだ大丈夫です。はい。じゃあこういうことか。そうなんです。え、あ、何ですか。花山公園つじの名所、はい、花山公園、これ好きなんじゃない、この女の子。はい、よくわかってますね。こういう奥ゆかしい感じだろう、絶対好きで。みんなボート乗ってますね。そうそう、これボート乗ってる女の人シリーズだね、これ。僕の好きなシリーズ、ね、ボートシリーズ、ボートシリーズ、ね、はい、辻公園と何でしたっけ。でボート乗ってる時、何、どういうこうデート投稿するのじゃ。ボート乗ってる時ですか、うん、それはもう天気いいねみたいな話して。いや、いつも綺麗だなお前は。日本で最初の三岡製紙、よし。自分の字って。おー、この人は割とタイプ。よかったですね、タイプの人が。タイプめっちゃ取ってますね。鶴丸かきたー、きたー、よし。鶴なんでしたっけ。鶴舞う形だろ。そうだ、鶴舞ってるぜ。運命の告白をしてください。え、急に急に、あの、僕と友達になってほしいんです。いいけど。なんで普通に返してるんですか。いいんじゃないですか。いいですか、はい、じゃあちょっとあの T シャツを進展いたしますので。ああ、ありがとうございます。だだ、今これダメ。これ動かしたら終わるやつ。あ、ほんとに、あ、ててつ、あの、これがね、あの、巷で今昭和台の、あー、俺も締めてきた。昭和台って何。昭和台になってるんですよ。ちょっとだけ話題になって、僕が描いたこの変なキャラクターがいるんですけど、ね、あ、これ学徒が描いたの。そうなんです、僕が描いたんですよ。あ、そうなんだ。みんな学徒も気に入っちゃってるんですか。え、昭和台って流行ってんの。いや、わかんない、僕が今考えてます。流行ってんのかな。あー、なるほど、はい、はいはい、ということでこちらを、うん、でも可愛いね。よ、嬉しい、プレゼントします。ありがとうございます。次の動画でいただきました。またあの縄文カルタ一緒にやりましょう。はい、ということで、ありがとうございます。ここまで見てくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。